DS BDS。 はい、ごめんなさい、ドッキリでぶっこふき YouTuber だってです。ぶっこふなのにふんにんちゃんってことなんでね、本はねこちら全部ぶっこふさんに差し売りたいと思います。でこちらね全巻あるんですよ、こち亀が。はい、こちらね、前巻あるんですけど、1巻と3巻がなくて、まあ、ほとんどあるってことなんで、まあ、前巻でしょう。で、これね、3年前ぐらいにね、買って、こう全部見ようと思ったんですけど、全部見りきれなくて、半分ぐらいしか見てないですね。なんで売るかというと、ちょっとね、部屋が狭くなっちゃって、今の時代ね、本ね、紙で持ってるよりデータで持ってた方が楽じゃないですか。タブレット1個でさ、もう、こち亀全部見えた方が、まあ、いいかなと思って、もう売ろうかなって思いましたね。いろいろ物が増えすぎてね、狭くなっちゃったんで。で、こち亀以外にも、テラフォーマー、高校デビュー、今日から俺は、ラノベ、あと、進撃の巨人、植木の法則、ランマの2分の1とか、あと小説とかいろいろあって、これで、ブックオフに売ったら全部で、いくらになるかね、今日はね、やっていきたいと思いまっちょ。まあ、この僕はね、経験者だからね、わかるんだよね。6000円全部で6000円。まあ、こち亀2000円だったんで、あ、2万円だったんで、あとテラフォーマーとか結構高いんですよ。今でも多分人気だと思うんで、あと進撃の巨人。ジェイソンこれいくらですか？5000円以下。以下。以下。なるほど。だから近い方が勝ちってことなんで、まあ、ジェイソンが勝ったら、丸亀1000円も終わりましょう。じゃあ僕が負けたら、肩パンですかね。肩パンなの？はい、俺はあのやり返しちゃダメなの？いや喧嘩になっちゃうね。あ、そうかそうか、っていうのはまあ冗談でね。なんかジェイソンくん、こち亀の思い出とかないですか？僕あの日暮らしが大好き。日暮らし、うん、4年に一度に起きるやつ。日が日がって僕あの金持ち、なんだっけ名前、中川でしょ。え、違う、もう一人いるんだよ、名前出てこないんですけど、そいつがなんか毎回お金持ちになったり貧乏になったりっていうのがね面白かったり、あとりょうさんがね中川と入れ替わる時とかもねすごいね面白かったですね。なんかこち亀はですね、こう昔を振り返れるね、もう歴史本なんですよね。はい、もういつ見ても面白いんでね。ジェイソン今のうちに全部見ていいっすよ。明日までわかるけど、明日足りんすか？明日で足りない。いや、とりあえずダンボールいつますか。だから、わあ、ポップ、お前ポップ売れちゃうじゃん。お前いくらだよ、ブックオフで。ブチブチュー、ブチュー、あ、うん、重いな。お、ポップノーねえどんだけ好きなの。はい、ブックオフに返しに行きたいと思います。はい、ということで売りに行きました。果たしてね、全部売れたのか、いくらになったのか、結果発表。デレ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 、うはぁ、重たい、無理無理、コングラクチュレーションありました。あー、残っちゃいました。はい、ちょっと見てみましょう、レシートこちらです。はい、買取金額、なんと、1400円です。で、合計点数、232ですよ。232で1400円ってやばいぞ。大人コミック10円以下が26点で、170円で、少年コミックが10円以下で173円で、少女コミックが、10円以下で13点で、全部10円以下やんけ。え、やばくね？え？やばい。やばいぞ。進撃の巨人とかめっちゃ高く売れたと思うんだけど。うわ、やっちまった。テラフォーマーとか。マジか。めっちゃ安っ。はい、って感じで多分全部ね、5円ぐらいだと思うんですよね。進撃の巨人とかもね、ちょっと5円とかね、ちょっと、ショックなんすけど、まあ、ちょっと邪魔だったんでね。本当に単行本ってね、貯めるとね、すごい重たくてね、邪魔で引っ越しづらいんですよ。もう僕この家3年住んでるんですけど、やっぱね、あの本があると引っ越しづらいなってのあって、
はい、どんどん荷物が溜まっていくんでね、どんどんね、どうにかしていかないとね。だからデータでね、収められてたら全部データにしたいんですよね。そういった時代になると思うんで、単行本もね、多分なくなっていくと思うんですよね。まあ、悲しいんですけど、まあそれが現実ということで、まあ売っちゃいましたね。はい、あと結構もう見たんでね、進撃の巨人とかも。どんなね、漫画が売れなかったかというと、こう茶色いのがダメなんですかね。これ101巻なんですよ、こっち亀。もう全然状態いいんですけど、100巻以下とかダメだったりして、これ115巻で、これ何がいけないのか全くわかんないですね。これね、ブックオフからさ、買ってんのにさ、ブックオフはね、値段つけてくれないっていう感じでね。はい。って感じで僕ね、こち亀2万円で買ったんですけど、もっとね、高く、全巻こう、集めれば、もっと高く売れたと思うんですよね。だから本当に、ね、金儲けとかでブックオフ売りたい人は、ブックオフで売らない方がいいですね。本買うわけに出る、このバカ野郎って感じで、じゃないですかね。だから本当に、お金儲けしたい人は、ジモティとかね、メルカリとか、オークションで売った方が、まあいいと思います。僕はちょっともう、ぎゅうぎゅうだったんでね。値段がつかなかった漫画はね、しっかり堪能したいと思いますって感じでね、ぜひみんなもね、参考にしてみるでしょうか。ではでは、アドシー PDS 株式会社チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしく。